前作、ブギウギをほのめかす、虎に、翼、トラコのセリフに、SNS 歓喜、今福来スズ子って言ったよね。伊藤沙莉主演の NHK 連続テレビ小説、虎に翼、総合、月曜から土曜8時ほか、第62回が25日火曜日に放送された。梅子、平岩神と再会を果たした、トラコ、伊藤沙莉。梅子の飾らない姿に、トラコも、つい涙腺が緩み、二人は手を取り合って、再会を喜んだ。トラコは梅子を、とどろき、戸塚良樹とよね、土井しおりの事務所に案内する。とどろきもまた涙しながら喜び、よねも顔には出さずとも梅子の無事を喜んでいるようだ。一方、トラコは、愛のコンサートにまつわる仕事でも大忙し。なんとか会場は抑えたものの出演者はまだ決まらず、滝川、滝藤方一は、のんきに、東京ブギウギを鼻歌する始末。トラコが、福来スズ子なんて呼べるわけないでしょ。と突っ込みを入れるなど、トラコたちが、前作、ブギウギと同じ世界線で暮らしていることがわかるセリフも、あった。そして大忙しなのはトラコだけではない。春、石田ゆり子が亡くなり、猪爪家の家事を一気に引き受けることになった、花江、森田持友は、行き着く暇もなく一人働いていた。直明、三山良樹が手伝おうとするも、大丈夫だからと手伝いを拒み、いつの間にか笑顔も消えてしまっている花江。SNS では、花江ちゃん、頑張りすぎてない？花江ちゃん心配だわなど、心配の声が集まるほか、トラちゃんと梅子さんの再会うるうる来た。トラちゃんって、あの頃のテンションで名前を呼んだ声だけで、うるっとした、福来スズ子さんコンサートでて。福来スズ子さんが、愛のコンサートに出演したら、私、号泣するよなど、今後の展開に、様々な声が集まっていた。